あら、かわいい坊やね。ラハールさん、何してるんですか？俺様は、なぜかムチムチした体の女が大の苦手なのだ。ちなみにお前たちのようなぺったんこの女は全く大丈夫だ。ペチャパイで悪かったわね。お前は。お久しぶりですナテンカ。私を覚えておいるか。ああ、覚えているかも。親父の大好物だった暗黒饅頭を盗み食いして追放されたマデラスだ。うわあ、せっこい悪魔ですね。その暗黒饅頭を盗み食いして追放されたマデラスが、どういう風の吹き回しで俺様の前に現れたのか。もちろん、この魔界の王となるためです。ふん、笑えない冗談だな。盗み食いで追放されたようなしょうもない奴に何ができる。強がりはおよしなさい、殿下。私はあなたの弱点を知り尽くしているのですぞ。なあ、エトナ。エトナ、お前。今頃お気づきとは、殿下も存外間抜けですな。さよ、エトナは私の奴隷なのですよ。私に記憶を奪われ、私に従う忠実な飼い犬なのです。エトナさん。さあ殿下、この地を墓場となさるがよろしい。エトナ、お前ももはや用済みだ。今までご苦労だったな。殿下と共に死ぬがよいわ。それじゃあ約束だ。私の記憶はどうなるの？これから死にゆく者が記憶の心配などしてどうしようというのだ。なるほどな。道理で俺様の弱点が筒抜けだったわけだ。どうせあの超恥ずかしい写真もお前が撮ったのであろう。記憶を取り戻すために。うるさい、裏切り者の言い訳など聞く耳持たん。そんなことより、このムチムチした女どもを早く何とかしろ。